そうだリディア、風が気持ちいいだろう。ええ、リディア、月のそばへ行こう。月のそば？無理よ、空は飛べないわ。飛べるさ、俺が連れて行ってやる。月までひとっ飛びだ。お待ちください、お嬢様。うわっ、お嬢様、妖精界へ連れて行かれてしまいます。ケルピー、あなた夢の中に入ってきたの？け、邪魔なチビだ。いけませんぞケルピー殿、この方は青騎士伯爵のご婚約者です。リディアは指輪をしてないぜ。お嬢様、早く棒をはめてください。さあ早く。婚約が何だってんだ。どうせあの伯爵は数日の命だ。何ですって？あいつの持ってた琥珀は燃え尽きてない。伯爵が死ねば婚約は無効だ。それにお前が巻き込まれちゃ困る。エドガーが死ぬ、彼にバンシーの死の予言があったなんて。まさか婚約指輪を外したの、そのせい。ケルピー、私行くわ。あいつのことなんて考えるな。無理みたい。どうしてなんだ。私もそれを知りたいの。よかったな、もう。お前が知らせてくれたおかげでお嬢様をケルピーにさらわれずに済んだ。死ぬ覚悟を決めたって言うなら生きる道だって探せるはずよ、エドガー。あなたは一人じゃないんだもの。おはようございますリディアさん。あの、エドガーは？落ち着いてくださいリディアさん。殿方は時として不誠実に見える時もありますが。いないんですか？なに、心配ございませんよ。婚約者のお立場の方がお強ございますから。リディアさんは堂々としていらっしゃればよろしいのです。あ、リディアさん。ん？いいところへ。琥珀の手がかりがようやくわかったんです。ちょっと来てもらえますか？はい。リディアさん、落ち着きのない殿方には寛容が肝心でございますよ。リディアさん、この絵はシルバンホード公爵から僕の父が預かったものなんですが、どうやら100年前にレディー・グラディスが公爵家に預けたものだということが分かったんです。この縦の文様にメッセージが。いにしえの神々の残り火と言われるディナシー。この美しい金髪はグエンドレン譲りかしら。おお、素晴らしいものですな。あなたついてきたの？あ、今の声は？ポールさん、コブラ内の声が聞こえるんですか？はあ、そうみたいです。これはこれは、ご挨拶が遅れましたな。私はコブラ内と申します。どうぞよろしく。はあ、はじめまして、ポールです。いや、しかし本当に素晴らしい絵ですな。ラピスラズリの青がなんとも鮮やかなこと。クジャク石の緑もなかなかの高級品ですな。ねえ、こぶらない。今は彼と大切な話をしているの。はあ、ですが私がお嬢様のお役に立てるだろうと坊が言うものですから。指輪が？はて、どうやってお役に立ちましょうかな。あ、そういえばあなた宝石を探し当てられるんじゃなかった？はい、で何をお探ししましょう？琥珀を探してほしいの。アシェンバート伯爵家のバンシーの記憶が封じ込められている100年くらい前の。でしたら俺この絵の中に。え？色艶も絶品ですな。どこに琥珀が？ここですよ、ご婦人の金髪です。これが？
ああ、普通琥珀を絵の具には使わないんですよ。あまりにも高価なので、貧乏性な僕には思いもつきませんでしたよ。まさかエドが青騎士伯爵としての義務を果たすためにユリシスのところへ一人で。僕が貴族であり続けられた理由はそれだけだ。貴族はね、命を落として家臣や家族、そして領民を守り導く。そのためなら。ボールさん、この絵を貸していただけませんか？ええ、でもどうするんです？私、バンシーのところへ行こうと思います。そんな、どうやって？こぶらない。お願い、妖精の道を開いてちょうだい。この絵があれば、迷わずバンシーの元へ行けるはずなの。わかりました。僕も一緒に行きます。でも安全とは言い切れません。じゃあ青皿です。バンシーもポールさんの言うことなら耳を傾けてくれるかもしれない。お願いします。何やってんだ？落とし物か？ニコさんですか？謎の怪盗さ。エドガー様が消えてしまい困っています。屋敷を出た形跡はないのですが。はは、ここに隙間がある。隙間？妖精界と人間界の隙間だ。ここから妖精界へ入っていったんだな。ニコさん、私を連れて行ってください。悪いな。俺が妖精界への道を開くことを許されている人間はリディアだけだ。だったら私がレイブンを連れて行きます。妖精のために道を開くのは構わないのでしょ？まあそりゃ理屈はな。ニコさん、リディアさんもファーマン氏と姿を消しました。なんだって？ああ、もうリディアのやつ仕方ない。レイブン、はぐれたら二度と人間界に戻れなくなるからな。行きましょう。姉さん。さあ、行くぞ。いたします。ロード、ユリシス様がお待ちです。どうやら本当にフェアリードクターらしいな。人に化ける犬を飼っていると。その姿儚く、眩しさに細めた目の前に恋の風、瞳の中の湖は両手で抱きしめたら歩きたい。ずっといつは
ようこそおいでくださいました、ロード。使用人が犬しかいないとは結構な屋敷だ。おまけに手入れも悪い。おや、ご機嫌を損ねてしまいましたか。君の顔を見たせいだよ。君は先代のユリシスの息子。いいえ、ロード、私がユリシス本人ですよ。ただし二人目のね。君も哀れなプリンスの奴隷というわけか。私はあなたとは違う。本物の青騎士伯爵だとでも？ええ、その通りです。僕がプリンスの元で見かけたユリシスは君のような青二歳ではなかった。狡猾そうな中年の男だったよ。ですからそれが私なのですよ、ロード。そんな風に記憶を植え付けられたのか。あの頃僕がそうしてプリンスの後継者に作り変えられようとしていたのと同じやり方で。あなたはまだ何もご存じない。おお、君が教えてくれるのかい。またその目ですか、ロード。虐待され瀕死だった幼いあなたもそんな目をしておいででしたよ。あの日あなたは朦朧としながらも私の手を跳ねつけた。その誇りと憤りがあなたを今日まで生かしてきたに違いない。公爵家の若君として貸し付かれてきたあなただからこそ我らがプリンスの次なる器にふさわしいのだと思い知らされました。青騎士伯爵本家は途絶えたのですよ。本家の人間として認められなかった諸子である私以外は全てね。プリンスの器としておとなしくしてればいいのに。では賭けをしてみないか。どちらが本物の青騎士伯爵にふさわしいか。お前を殺してやりたいとずっと思っていた。殿下の器として選ばれただけでなく青騎士伯爵と名乗った貴様を。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。